ジャンピエロ・ガスペリーには、イタリア・グルリアスコ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、現アトランタ BC の監督、現役時代のポジションはミッドフィールダー。1967年、9歳の時に、ユベントス FC のユースチームに入団。1976年にトップチームに昇格するも、出場機会はなく、1977年に A c レッチャーナにレンタル移籍。 1978年には当時、セリエ B に所属していた、U.S. チッタ・ディ・パレルモに完全一席。5年間で128試合に出場し11得点を挙げる。1979年には、コッパイタリアで決勝まで勝ち進むも、フルス・ユベントスに敗れ準優勝に終わった。1985年からは、ペスカー・ラ・カルチョに所属。 チームの昇格に伴い1987年に初めてセリエ A でプレーした。その後、サレルニターナ SS などを経て、1993年に35歳で現役を退いた。いた。1994年、フルスユベントスの下部組織で指導者としてのキャリアを開始。1998年より、プリマベーラのヘッドコーチに就任。ドメニコ・クリシト、マッテオ・パーロ。 セバスティアン・ジョビンコ、ミケーレ・パオルッチラ優秀な若手を育成し、ユベントス・プリマベーラの黄金時代を築いた。2003年に当時、セリエ C1 に所属していた FC クロトーネの監督に就任。就任初年度にチームをセリエ B に昇格させるなど手腕を発揮し、計3シーズンにわたって指揮を取った。2006年には、ジェノア CFC の監督に就任。 2006から2007シーズンのセリエ B で、ユベントス、SSC ナッポリに次ぐ3位に入り、チームを13シーズンぶりのセリエ A 昇格に導いた。2007から08シーズンは、かつてユースで指導した、クリーシトやパーロラを率い、イタリアでは、珍しい3から4から3システムによる、攻撃サッカーを展開。FW マルコ・ボリエッドの活躍もあり、 昇格1年目にして10位と検討した。2008から09シーズンには、積極的な補強により、FW のディエゴ・ミリーと、アンドレア・ガスバイローに、ラファエレ・パル・ダディの、MF のティアゴ・モッタラが加入し、スペクタクルなサッカーを、さらに進化させる。リーグ戦では、エース・ローマ、AC ・ミラン、ユベントスを撃破するなどの成果を上げた。また、終盤まで、アッコフ・フィオレンティーナと、 UEFA チャンピオンズリーグ出場権を争い、同勝地点ながら直接対決の成績で及ばなかったものの5位で UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。2009から10シーズンは開幕前に主力のミリートとモッタを放出したことも影響し、UEFA ヨーロッパリーグはグループリーグ敗退、リーグ戦は9位でシーズンを終えた。 翌2010から11シーズンも指揮を取ったが、開幕より成績が低迷し、2010年11月8日に解任が発表された。2011年6月、インテルナツヨナーレミラノの監督に就任することが発表された。契約期間は2年間。しかしながら公式戦後試合で4敗1分と、成績は全く振るわず、 リーグのノバーラカルチョ戦に敗れた後の9月21日に解任された。2012年9月16日、開幕3試合で、勝ち星がなくジュゼッペ・サンニーノが解任された、US チッタ・ディッパレルモの監督に就任したが、クラブを立て直せず、再開に転落し、翌年2月4日に解任されることが決定した。しかし、後任のアルベルト・マレザーニが3試合で解任され、 マウリツヨザンパリーに会長によって再びパレルモに招聘された。3月11日、クラブとの競技の末契約を解消した。2013年9月29日、ファビオ・リベラーニの公認として3年契約を結び、ジェノアに復帰した。2016年6月14日、アタランタ BC の指揮官に就任。2016から17シーズンはクラブを 史上最高位の4位に導き、UEFA ヨーロッパリーグの出場権を獲得した。2017から18シーズンは、セリーエ a とヨーロッパリーグの両立に苦慮し、12月、頭まで、セリーエ a では2桁順位が続くも、最終的には7位でフィニッシュ。2年連続でヨーロッパリーグの出場権を獲得した。また、ヨーロッパリーグでは、エバートン FC や、 オリンピックリオンという難敵がいるグループを無敗で、首位通過するも、決勝トーナメント1回戦で、ボルシアドルトムントに赤敗した。2018から19シーズンは、サパタ、イリチッチなど、攻撃陣が好調で、リーグ3位、チーム史上初のチャンピオンズリーグ出場権獲得、コパイタリアでは、決勝でラツヨに敗れたが、準優勝に導いた。 それらの功績により2019年度セリエ A 最優秀監督賞を受賞した。2019から20シーズンチャンピオンズリーグでは連敗スタートとなったが、その後大逆転で決勝トーナメントに進出させた。組織力を生かした攻撃的な3から4から3システムを用いることが多い。くすぶっている選手の再生に長けており、ジェノアの監督時代にマルコ・ボリエットやジュゼッペ・スクリ、 ピアゴを持ったらを覚醒させた。ありがとうございます。